カバノ症例後期54年1月22日は、新代の作家。字は、留めまたは、謙信。号は、竜泉子寺。良才先生と呼ばれた。特に会位小説集、良才詩や農業、医薬の通俗読み物、農創業などを表したことで知られる。カバノ症例は1640年4月16日、三島省災難府。 川県郊外の川の松層に生まれた。父親の川藩の代には家業が没落し始めており、めかけの子として生まれた川の少霊は家の中でも地位が低かった。19歳の時にわらべみを受け、剣士、不死道見にすべて主席合格して、秀才となった。しかしその後の里見にはことごとく落第し、合格せずに終わる。46歳になって、 初めて臨前生に選ばれ、71歳の時にやっと三木生の名誉を与えられた。カバノ奨霊は、わずかな土地を持ち、生涯教師や幕僚などを務めて、ここをしのいだ。カバノ奨霊は20歳から、小説の執筆を始め、同時に話の素材の収集を行っていた。数等の参加理路筆談によると彼は、チャットパイプを傍ら置いて、大通りに座し。 道を通った者を引き止めては語らってきいな事柄を収集し気に入るものがあればそれを粉飾して文にしたというこうして四十歳の時には十二巻四百九十、余編に及ぶ司会小説両祭 C が完成された両祭 C の完成後もカバの奨励は同郷の王子サダの協力を得て文章の遂行を続け死の直前まで行っていた両祭 C は カバの省令の死後刊行された。王子貞はカバの省令を記載として高く評価し、両彩 C の序文を書いている。両彩 C は王子貞が評価したことで評判が高まり、広くルフするようになった。趣向は237編文が現存し、両名図書館に収蔵されている。これは中国の古典小説の中で唯一現存している趣向である。 カバノ症例この他に、詩、詩、三文、立曲を多数創作しており、白和小説、西洋演演伝の作者清修生は、カバノ症例の筆名だと言われている。カバノ症例が生まれた年の前年正月、新兵が三島災難府を攻め落とし民衆を殺害、城中の死体は十三万余に及んだ。ついで新兵は、数定十五年に再び三島に侵入。被害は、 前回よりもひどく、莫大な金銀財宝が奪われ、36万9千人が不慮にされた。李自政、張建中などが各地に勢力を張り、数定17年3月、李自政が北京を占領。これにより、数定定は自殺。10月に、真の清祖が北京に入り定員に着く。こうして、新朝の中国支配が始まった。順年、三島の公園で、 車線を狩猟とする暴動が起き、長山、新城郎を攻め、ついでかばの将令の出生地、川を占領、屋敷はすべてその創屈となった。順次七年には、三島の民具七が乱を起こし、後期元年に平定した。これらの戦乱は幼いかば、将令の記憶に非常に焼き付き、後に征服者満州人の残酷な行いを、勇気の話に織り込み書き記すなど、半万の民族意識が、 カバの少霊の作品に影響を与えている。順次12年、満州王朝が征服した、中国人社会を王朝体制の中に編成する中、カバの少霊は巧妙を求める。過挙の試験に球大し、官僚の資格を得、体制内で上に上るコースにとっつくことである。順次15年、カバは、剣士、不死道見に続けて1位で球大、秀才の資格を得る。 幸運にも試験官に当時の大詩人セウルー賞がおり、セウルー賞が19歳という若さのカバの分散を認め、賞賛を惜しまなかったのである。しかし、秀才球代後、カバは次の巨人の試験にはずっと合格できなかった。後期11年、カバは、ひつきはうの家塾の教師となり、ここから70歳に至るまで、教師の生活が続く。 カバはこの家塾の教師をしながら日々勉学に励み、合詞九代を狙い続けた。しかし、受けても受けても落第が続き、後期26年の秋にカバは、家居の試験に苦しむ心を白髪に、重ね、白髪を責める文を作っている。後期27年、長男のが集祭に9代し、屋敷を増築、カバの家の経済状況は好転した。後期十九年、 里見にまたも落第。この時妻のイサメを聞きカバは過去に二度と応じなかった。後期35年、カバは大衆向きの法律外説書、懐経録を完成させる。続いて後期43年に、日曜の文字を、体から昆虫まで31章に分類し、収録、それぞれ7個との歌謡の形にまとめて記した、日曜俗事、後期44年に、 農業特本というべき、農創業を編纂した。後期43年、川は穀物が高く、民衆は飢えた。6月になりやっと雨が降り、穀物が一斉に茂ったが、害虫の発生、ついで稲子の被害が大きく川は、強作となった。道端には多くのが死者の死体が横たわり、盗賊が消滅した。カバはこの状況を、記載前編。 秋祭期略後編で飾らぬ形で直助している。後期49年、カバはやっと水犠生になり、家塾の教師を辞め悠々自適の生活を送った。後期50年正月5日、父の墓参りに出かけカバは風邪をひいてしまう。この風邪が原因で次第に衰弱が加わり、正月22日窓にもたれ正座したままカバ76歳で死去した。ありがとうございます。